5 points.私はここで同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後悔することになる。しかし私はそれこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえお前がコーンフレークで口を切ったとしても、そしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう、それ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない。我が人生とこのかよばき口が呪わしい。私は遥か昔のこのような日を覚えている。体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私が私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を、誰かいないか、私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ、氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪習を目覚めさせた理由ではない。Thank you.